皆さんこんにちは、ケイエンジェルです。お元気ですか？2014年10月もあっという間に終わりを告げ、今年もあと2ヶ月余りとなりました。それで今日は、私も時々利用させていただいております、エンジェルオラクルカード、ドリンバーチューのオラクルカード、マリア様のカードデックですけれども、そのカードを引いて、今月この11月のメッセージを、シェアさせていただきたいと思います。オラクルカードは普段、瞑想メディテーションの中や普段の生活をしていく上でイントゥイションなど直感能力などを、降りてくると思いますが、その直感能力やメディテーションの中での、ひらめいた、言葉、見えてきたものなどがなかなか信頼できないとき、クラリティが欲しいときなどに、オラクルカードを使用してみることをお勧めいたします。オラクルカードもとっても的確な、ぴったりとその質問などに、驚くぐらい的確なメッセージを下ろしてくれたりするので、どなたにでも簡単に使用できる天からのガイダンスを得る方法としておすすめいたします。私も、このマリア様のカードデック、いらない不必要なエネルギーがたまらないように、普段はこのように大きめなクリスタルクラスターの上などで、浄化をしたり、お祈りを捧げたり、アファメーションの言葉などで、日頃から浄化をしているので、クリアの状態、ネガティブなエネルギーがない状態のデックです。引いてみたいと思います。この引くカードは私のためだけではなく、偶然でもこのビデオをご覧になってくださっている皆様のためのメッセージです。今日、今月のカードも素晴らしいカード、グラティチュードという感謝しましょうという素晴らしいメッセージがマリア様やガーディアンエンジェルたちからおりました。 As I notice and appreciate my blessings, I open the door to more of God's gift、たくさんの祝福ありがとうございますと感謝できる祝福を意図的にどんどん、数え、気がついていくことにより、もっとたくさんの神様のギフトを受け取ることのできる、扉を開きますというメッセージです。もう少し詳しいメッセージを、このブックレットの中から、シェアさせていただきたいと思います。 God is generous and lovingAnd desires the very best for you and all of his beloved children. If you have been feeling forsaken or forgotten, this card reminds you of the magical power of gratitude. No matter what the current situation may be, there is always something to be grateful for. Take 1 minute now to review your blessings, including being alive, the sunrise and sunset, birds singing, and so forth.As your heart warms with gratitude for all that you currently have, you open yourself to receive more. Today, practice saying thank you repeatedly, aloud and silently. These words are the keys that open the door to happiness, abundance, and fulfillment. という、他の私のビデオの中でも同じようなメッセージをシェアさせていただいたことがあると思いますが、マリア様、ディバイン、神様、そしてガーディアン、エンジェルたちからのメッセージ、今月、そして今月だけではなく、来月も来年もこれからずっとこの、天からのメッセージを覚えていただきたいと思います。私の、ハートの中に降りてきたこのグラティチュードというカード、言葉に基づく、メッセージは、もしあなたが今感謝できないようなことがあって、神様は不公平だ、神様
天使たちが本当にいるのだろうか、なぜ私ばかりこのような不公平な目に遭っているのだろうかと感じておられる方がいるかもしれません。また、どうしてあの人は私の望み通りに行動してくれないのだろうとか、どうしてこれを得ることが今すぐできないのだろう、どうしてこの職業をすぐに、神様は与えてくださらないのだろうとか、このリレーションシップをどうして私が望んでいるのに、何年も望んできたのに、神様は叶えてくれないのだろうかと、不信感を、胸に抱いたりとかしている方がおられると思います。でも、今たった1分でもいいから、その場で簡単な、どんなささやかなこと、どんな些細なことでもいいから、ありがとうと感謝することを数えてみてください。見つけてみてください。それはこのカードブックレットにもありましたように、太陽が毎日昇る太陽、美しい太陽が沈んで、またゆっくりとお休みできることでもいい、野生の小鳥たちが美しくさえずっている、その声を聞く耳を持っていることでもいい、屋根があって暖かい、ストーブの前で冬を過ごせることも、それでも感謝することに当てはまりますよね。で、そんな小さなこと、普段は何でもなかった、ありがとうと言うまでもなかったような小さなことを、意図的にありがとうございますと声に出しても、また胸の中に、心に描くだけでもいいから、頻繁にありがとうございます、これもどうもありがとうございますと、意図的にそのマジックワード、マジカルワードを、唱え続けてみるという習慣をつけてみてください。そうすることによって、そのありがとう、 Thank you というマジックワードはハートを開く、キーとなり、ハートを開く、そのマジックワード、ハートを開くことにより、たくさんの、もっとたくさんの、大きなありがとう、Thank you と言えるギフトを、祝福を天が、神様が与えてくれるようになります。そしてあなたがハートを、Thank you というマジックワードにより、ハートを開くことにより、その大きな、今まではもしかしたら、受け取るには準備ができていなかったかもしれない、あなたの人生、あなたの心が開かれ、大きな祝福を受け取る、器を持つことができるようになります。そしてたくさん、ありがとうと毎日1分でもいいから感謝を述べることにより、たくさんの幸せが、アバンダンスが、祝福がこれからやってきて、今あなたがなぜこれがないのだろう、これを得ることができないのだろうと不服に、不満に思ってきた、その物事さえも、ちゃんと最善の時に、最善のタイミングで神様はちゃんと与えてくれると約束してくださっています。神様は、天は、マリア様は、あなたが本当に幸せになることだけを望んでいます。そしてあなたが本当に幸せになりたい、あなたが望んでいることを本当は口に出さなくても全て知っています。でもありがとうと、これからたくさん、日頃は今までは感謝できなかった、感謝してこなかったようなことも、天に向けて、マリア様や神様、天使たちに向けて、ありがとうという習慣を持つことにより、彼らもあなたのそのピュアで純粋な感謝の心を、十分に受け止めてくれ、そしてあなたの望んでいるものをあげようと、天からも、歩み寄ってくれるようになります。そして遠かったと思えるその夢へ、あなたがもっとずっと近くに、距離が縮まっていくことができるので、今月だけではなく、これからもいつも1分でもいいから、ありがとうと言えることを数えていきましょう。そして今降りてきた言葉は、その物事や、物質的なものだけでもなく、そしてありがとうという言葉は神様やマリア様、天に向けてだけではなく、自分自身、
自分自身にも毎日ありがとうと、感謝の気持ちを述べてあげてみてください。そして身近にいるパートナーの方や、愛する方、家族の方、職場の方にも、ありがとうという言葉を頻繁に使うように、述べるようにしてみてください。今まで周りにいる大切な仲間たち、大切な友達の欠点ばかりに目が行っていた、パートナーの足りない部分と思えるような欠点ばかりに目が行っていて、その欠点ばかりに、焦点を当て、それを責めてしまいがちだった方がおられると思います。その方、特に、その欠点をまずちょっと置いといて、ちょっと忘れて、その人の長所、誰にでも長所はありますよね。誰にでも素晴らしい面はそれぞれ持っていると思います。それを見つけるのはそんなに難しいことではありません。その長所を、見つけてあげ、その長所だけでも褒めてあげるように、小さなことでもいいから褒めてあげるようにしてみてください。そうすることによって、あなたの心の中にもたくさん、感謝できることが増えていくし、愛が増えていくし、その周りのすぐそばにいるパートナー、大切な友、大切な人たちがもっとその長所を引き出して、あなたのために、いい部分を見せようと努力してくれるようになるので、リレーションシップなども、マジカルにトランスフォーメーション、トランスフォームしていくようになっていくと思います。ありがとうは本当にマジックワードです。これからありがとうと自分自身、そして愛する周りに存在してくれている仲間たち、そしてディバイン、神様、マリア様、天使たち、すべてに、人生すべてにありがとうという言葉を、1分でもいいからありがとうのシャワーを浴びせて、これからのそのマジック、どんなことが変化していくのか楽しみに見てみてください。ありがとう、皆さん、ありがとうございます。それではまた。ナマステ。